この町の連中の話し方、なんか煮え切らねえな。確かにここの住人には生きているという活力が感じられませんわ。そんなことないよ。サボってるあいつらが悪いだけで、この町はいい町だよ。なんて綺麗な姉ちゃんなんだ。どうしたんです、お嬢さん。何を泣いているんですか。旅の方ですか。いえ、何でもないんです。笑顔に涙は似合いませんよ。笑顔に涙が似合うわけねえだろう、バーカ。やーい、頭の虫が耳から飛び出てる。いえ、本当に大したことは。ただ住んでた家が公園を作るために壊されてしまって。大したことだよ、それは。白き羽だからなのですか。むごい話ですね。羽の色は関係ありません。町で決まったことなんです。町って誰のことを言ってるの？町、つまり。あなたにはかわいそうですが、その発言は感心できませんね。え？領主のベルフェ様。あなた一人が我慢するだけで、町の人々が快適な空間を共有することができるのです。それにあなたには均等な間取りの共同住居が一室与えられているはずです。でもここには死んだ母さんのお墓やたくさんの思い出が。今のあなたの発言内容には町に対する明らかな不平の意思が見受けられます。町の戒律に従い、我ら不平監察官にご同行願いましょう。おいおい、どういうことだよ。とりあえずこの町の領主公邸にお越しください。お話はそこで。せっかく救世主様たちにお越しいただけたのに、お恥ずかしいところをお見せして申し訳ありません。それどころじゃねえ。何なんだその不平監察官とかいう連中は。今連れて行ったお嬢さんを早く解放しやがれ。この町では常に住民の平等を第一に考えているのですが、未だにああいった市場を言う連中がいて困っているのです。全ての人が差別のない幸せな生活を送るためには市場は極力抑えなければなりません。だってそうでしょう。みんなが自分の利益ばかりを優先したら、平等な社会なんてできるはずがないじゃありませんか。そのためにわざわざ住民の仕事のノルマの割り当てから町の開発計画に至るまで、全て我々が指導監督して実施しているのです。ところがこんな単純なことにも賛同できない自分勝手な住民も中にはいるので、そのようなものを取り締まり、立派な同志に教育し直すのが他ならぬ不平監察官なのです。あ、なるほど。なるほどじゃねえだろ、じいさん。でもしかし、あながち間違ったことも言ってはおらんぞ。でも誰か一人を助けることもできないで、どうやって全ての人々の幸せを。それこそ子供相手によく使われる詭弁ですね。全体の幸せを考えた場合には、傍から見て非情な手段を取ることもあるということじゃな。待ってくれよ。だけどそれじゃこの町の連中には自由がないじゃないか。無制限な自由は時として途方もない混乱を生み出します。全体の幸せを基盤にして
初めて個人の自由というものが存在する。違いますか？分かっていただけたのでしたら、今度はこちらの話を聞いていただきたい。すでにマルコ様からお聞きの通り、我が町を異端審問会とソドムの町の魔の手から守ってもらいたいのです。ちょっと待ってください。僕はただこの町が平等と弱者を大切にした素晴らしい町だということしか聞いていませんが。それが問題なのです。平等と弱者はご存知の通り7つの大罪に抵触します。無論我が町でも来たるべき異端審問官たちの来襲に備えて徴兵制を実施し、自分たちの町を守るために大規模な自警団を組織しました。しかし所詮我々は戦闘のプロではありません。しかも隣町のソドムの奴らはそのことを異端審問会に密告するかもしれないのです。ソドムの方々も自分たちの町を平等だと言われていましたが。あの町はダメです。彼らの言う平等は形だけで、実際は一部の限られた権力者だけが裕福な生活を送っているのです。そのため働けなくなった弱者や老人たちは町を追われ、ノアという廃墟でひっそりと暮らしていると聞いています。そんなやり方が本当に平等だと言えますか？しかもあの黒煙を見てください。何の長期的な計画もないまま、共有物であるはずの自然を勝手に汚し続けるあの態度。その上今度は新型の兵器を開発して我々の町を攻め滅ぼすつもりなのです。そんなのは許せないよ。しかし彼らの話を聞く限り、今の説明だけを全て鵜呑みにするわけにはいかん。ではせめてソドムの住人に我々に敵対しないよう進言してはいただけませんか？やつらも救世主様の言うことなら多分聞いてくれることでしょう。私はそう信じたい。大変です。ソドムの町の奴らが我が町の近くまで攻め込んできました。何？おお、救世主様、ご無事でしたか。ゴモラの町の奴ら、卑怯にも救世主様たちの留守を狙って我が町に奇襲を仕掛けてきたんです。どうか我々を信じて共に戦ってください。嘘だ。奴らの口車などに乗せられず、どうか我々を信じて共に戦ってください。彼らにとってはかなり難解な問題のはず。果たしてどんな定理を証明するのでしょう。ともかくこれで彼らが真にさまよえる民であるかが立証されるはず。どうしましょうか。決まってんだろう。ゴモラの町のやり方を変えるんだよな。いや、もうそう感情的にものを考えてはいかん。少なくともベルヘ殿の考え方もあながち間違ってはおらんぞ。それより俺はソドムの奴らがスラム街にいる人間のことを隠していたのは気になるな。働けなくなった人たちを差別しているんだろうか。どのようなやり方をしても全く歪みのない社会を作るのは不可能に近い。じゃあ一体どうするつもりなんですか？わしはこの問いをお主に託したいと思うておる。人々に活気があって産業も発展しやすく、住民の一人一人に自由がある代わりに貧富の差が生じ、ともすると金儲けが全てに優先して自然環境を絶滅させかねないソドムの町のやり方と、
かたや人々の自由や言論が抑圧され、その活力を奪う代わりに、ある意味では全員が平等。病気や失業、老人になっても生活の心配はないが、その長期計画自体の失策が町全体を壊滅に追いやりかねないゴモラの町のやり方。どちらがより望ましい未来の姿なのか、お主はどう思うのじゃ？そうだな。俺もお前に聞いてみたいぜ。責任を押し付けるようだけど、君に決めてほしいんだ。しかしどちらとも言えないというのは、どちらにも反対なのか、どちらにも賛成なのか。どちらの町のやり方にも問題があるので、どちらの町も許すことはできんということか。それもよかろう。やはり我々と共にゴモラの奴らと戦ってくれる気になってくれたんですね。あ、いや、わしらはお主たちの考え方に賛同できんと判断したのじゃ。その前に聞いときたいんだが、この町では働けなくなった者をスラム街に押し込むって話は本当なのか。さては、ゴモラの奴らに何か吹き込まれましたね。確かにスラムはありますが。やっぱり弱者をいじめてるんだ。何を言う。我が町のやり方にケチをつける気か。最初から働き口がなくて働けないならまだしも、やる気がなくて働かない怠け者たちの面倒までは見られないだろう。こいつら、さてはゴモラの連中に丸め込まれたんだ。こうなったら力ずくで、みんなやっちまえ。待て、みんな。